イーグレット級スループはイギリス海軍のスループの艦級、ビターン級をもとにした、小海生型である。艦砲強化が求められたことから、排水量は80トン増加した。また復元性改善のため、船体幅は広げられた。また機関構成はビターン級に準じているが、機関出力を3600馬力に増強することで、排水量増大、船体幅拡大にもかかわらず、 速力も19.25ノットに向上した。蒸気の通り漢方は強化されており、45口径 10.2cm 連装広角砲4機が搭載された。また、対戦専用の単身儀も従来のスループが124型を搭載していたのに、対し127型に更新された。なお副武装として、当初は40口径 4.7cm 砲が、 搭載されていたが、これは他のスループと同様に第二次世界大戦中に撤去され、1943年までに 20mm 機銃が搭載された。また、ペリカン、イーグレットでは3番砲が撤去され、ペリカンでは後地に39口径 40mm4 連装機銃が搭載された。また同艦では、大戦末までに2 0ト、mm、ル機銃4門が増備されるとともに、 爆雷搭載数も対戦初期に40発に増備していたものがさらに120発に強化された。ありがとうございます。